あたりちゃんも寝てくれてやっとゆっくりできるな。ごく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 、ぶー、幸せー。うますぎだろ。しきぶちゃんは飲まないでいいの？ん？あれ？どうかした？機嫌悪くない？機嫌なんて全然悪くなってないわよ。なんでそんなこと思ったのかしら？だって話しかけても全然返事してくれなかったからさ。そうなのね。ところでさ、今日何の日だったっけな。今日は日曜日だよね。祝日でもないし、なんかあったっけ。あ、そうだ、連ドラの最終回じゃん。何の日か本当に覚えてないんだね。結婚記念日なんですけど、年に1回の結婚記念日なんですけど、あなたが私に愛を誓った結婚記念日なんですけど。そうだったね。いや、ちゃんと覚えてたんだけど、今日一日あたりちゃんを公園で遊ばせてたからさ、いやー、頭が子育てでいっぱいになっててすっかり忘れちゃってた。そうですか。友達はさ、結婚記念日にフレンチ食べに行ってきたんだってさ。そして可愛いネックレスプレゼントしてもらったってインスタに幸せオーラムンムンで投稿してたな。いや、別にいいんだよ。よそはよそ、うちうちだからさ。でも、すっごく幸せそうだったな。やっべえ、やらかした。どうしよう、一生根に持つからな。私が話しかけても夫は、うんうんと返事するんですが、いつも上の皿で、なんだか悲しくなるんですよね。男の脳と女の脳はね、考えることが違うのよ。男性は結果を知りたいのよ。でも女性は結果よりも家庭を話す方が好きじゃない？そうですね。私はただ一日の出来事や感じたことを共有したいだけなんですけど、夫はすぐに結論を求めちゃうんです。それはよくあることよ。男性は問題解決型の思考を持ってることが多いから。話の内容よりも結論や解決策を重視するの。でもそれが女性にとっては満足できないコミュニケーションになることが多いのよね。どうすればいいんでしょうか。私は夫ともっと深く話したいんです。まずは夫にあなたの気持ちを伝えることが大事ね。今日はただ聞いてほしいのとか、解決策はいらないけど話を聞いてくれるだけでいいって伝えてみて。具体的にお願いすることで彼も理解しやすくなるわ。なるほど、具体的に伝えるんですね。そうよ。そして夫が話を聞いてくれた時には感謝の気持ちをちゃんと伝えるの。聞いてくれてありがとうって言うだけでも彼も喜ぶし、これからも聞く姿勢を持ってくれるようになるわ。確かに感謝の気持ちを忘れないことは大切ですね。試してみます。アキコが夫婦円満のコツを限定2組に教えます。番組ホームページから今すぐ申し込もう。お、いいね。これ申し込んでみようよ。面白そうじゃん。は？結婚記念日を忘れてた人がよく言うはよね。いやいや、ちゃんとその件は日を改めてお祝いするから許してよ。1週間後。式部ちゃん見て見て、この間申し込んでたアキコデラックスのやつ当選したんだけど。すごいね。生アキコに会えるの？そうみたい。やったね。行く行く、めっちゃ楽しみ。レッツラゴー。当日。ねえ、隣の人どっかで見たことない？ん？隣？いや、全然わかんない。誰だっけ？気のせいかな。まあ、いっか。起立気をつけない、着席。はい、ということで授業を始めるわよ。すっごいテンション、早すぎて起立も気をつけも礼も何もしてないんですけど。今日の授業は妻と夫の頭の中こうやってすれ違っていく3つのことを出す。まず1つ目、共感について。じゃあ白服のあんたに質問よ。私が妻だと思って答えてちょうだい。あ、はい、わかりました。今日も職場で本当に腹が立ったのよ。上司がまた理不尽なことばかり言ってきて、私のせいじゃないのに
全部私の責任にされたの。本当にもう耐えられないわ。何度も同じこと言われて、まるで私が何もしてないかのように扱われるの。それなら上司に直接話をするか、問題が続くなら人事に相談すればいいんじゃないかな。ちゃんと証拠を集めて、上司がどれだけ理不尽かを示せばきっと改善されるはずだよ。君がそのまま我慢してるだけでは何も変わらないんだからさ。ブブー、ダメー、全然ダメー。じゃあ茶色のあんた行くわよ。あ、はい。今日も本当に職場で腹が立ったのよ。上司がまた理不尽なことばっかり言ってきたんだ。プロジェクトの遅延は明らかに他のチームのミスなのに、全部私の責任にされちゃったんだ。まるで私が何も努力していないかのように扱われて、本当にもう耐えられない。同じミスを指摘されるたびに自分の存在が軽んじられている気がする。それが本当に辛かったね。上司がそんな風にするのは本当に不公平だし、君がどれだけ頑張ってるか知ってるから余計に悔しいよ。毎日そんな状況で働くのは本当に大変だと思う。僕も君の話を聞いていると腹が立つよ。君が一生懸命やってるのをちゃんと評価してほしいよ。正解。やるわね。そうなの、妻は解決策なんて求めてないの、正論なんて求めてないのよ。愚痴に対して共感して寄り添ってあげることが大事なの。これが乙女心ってやつよ。そうよね、眉毛ちゃん。まさにまさにその通りでございます。はい、じゃあ二つ目の察する気持ちいくわよ。じゃあ白服のあんたに名誉挽回のチャンスよ。私が妻だと思って答えてちょうだいよ。昨日さ、あなたずっとスマホばかり見ていて、私寂しかったから拗ねてたのよ。どうしたのって聞かれたから、スマホばっかりって伝えたら、ごめんねって言ってくれたけどさ、それでも寂しさはなくならなかったんだよね。え、まだ拗ねてるの？昨日謝ったじゃん。どうしてほしいの？謝ってほしいんじゃなくて、ギュッてしたりスキンシップが欲しかったの。ただ謝るだけじゃ私の気持ちは晴れないの。でも言ってくれなきゃ分かんないよ。どうしてほしいのか具体的に言ってくれたらちゃんとやるから。それが問題なのよ。言わなきゃ分からない。私の気持ちを全然考えてくれてないみたい。家事や育児なら言いやすいけど、抱きしめてほしいなんて言うのは違うの。でも言われないと本当に分からないんだよ。ブブー、ダメガーン。まあまあ、妻は言われなくても察してほしいと思ってて、夫は言ってくれればやるのにと思っていることが多いから難しいのよ。夫がもっと気を配ること、妻がもう少し具体的に伝えてあげるようにすること、相手に求めるばかりじゃなくて相手の弱点に寄り添ってあげることが大事なのよ。完璧な夫もいないし完璧な妻もいないんだからさ。なるほどね。相手に察することを求めるばかりじゃなくて、口に出してちゃんと伝えることも努力しないといけないな。はい、じゃあ最後、当たり前じゃない、行くわよ。じゃあ左から質問するから答えてちょうだい。夫が家の掃除をしてくれるのは当たり前？当たり前でしょ。でもなんか当たり前って言ったら怒られそう。当たり前じゃない。妻が料理を作ってくれるのは当たり前？当たり前じゃない。妻が子供のお迎えに行ってくれるのは当たり前？当たり前じゃないです。夫が仕事を頑張るのは当たり前？はい、当たり前です。妻が買い出しに行ってくれるのは当たり前？当たり前じゃないです。ありがとう。夫が重い荷物を持ってくれるのは当たり前？はい、もちろん当たり前です。喜んで持ちます。ありがとう。この夫洗脳されとる。はい、ということで全て当たり前じゃないんですね。当たり前と思い始めたら感謝の気持ちがなくなる。一言ありがとうって感謝の気持ちをお互い日々伝え合えたら、それはそれは夫婦円満の秘訣でございますよ。はい、今日の授業はこれで終わり。あきこの話面白かったね。うん、勉強になったしね。確かにね。あ、なんだか手が冷たいな。あ、これじゃ伝わらないんだった。ねえねえ、手でもつながない？どうしたの？いつもなら言わないよね、そんなこと。もう、察してよ。だって、言わないと伝わらないじゃん。